石火層東駅は、河北省石火層更新技術産業開発区北部に、ある、中国国鉄石積み旅客専用線と石火層、地下鉄1号線の駅。地下鉄は2017年6月26日、旅客専用線は2017年12月28日に、開業。駅は G307 国道と石徳線の間にある。 2016年6月当時の駅付近、駅はまだ完成していない。国鉄の旅客専用線駅は、京国旅客専用線の計画過程で、京国旅客専用線が京多摩高速道路に沿って、石火総市に入り、広鹿区二重里式号付近に石火総東駅を設置することが予定されていた。この計画の石火総東駅は京広高速。 鉄道上の駅で主に高速列車の旅客情報を取り扱うとされていた。しかし結局愛石積旅客専用線の駅として2017年12月28日に開業した。地下鉄駅は石火層地下鉄1号線の駅として2017年6月26日の1号線開通に伴って共用開始した。同駅は 中国国鉄石火層東駅とつながっている。駅構造島式ホーム一面二線の地下駅。出入り口出入り口は三つあり、そのうち D 出入り口は、使用を見合わせている。龍盲、石竹四脚、本月後部至る北京省ただ、16省、低州、石高速、寺石屋省的水を振りかげ分析下北青年、新石屋省丹三東課安室路新、猛火北道、 石屋商交通、久し上司、ありがとうございます。